こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、モデルファクトリーヒロ、MFH のマツダ 787B の製作やっていこうと思います。で、今回やっていくのは、前回クリアを吹いたボディの研ぎ出しをやっていこうと思います。はい、研ぎ出しをやって、で、あと半光沢にする部分、艶消しにする部分に艶消しを吹くというところまでやっていこうと思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では早速作業をやっていきましょう。で、結構ね、乾燥時間しっかりとったんで、もう表面きっちり硬化してますんで、早速研いでいきましょう。ね、ラッカークリアの場合だったらいつも3000バンドかで僕やるんですけど、結構ウレタンの場合はね、3000バンドだとなかなか大変っていうのもあるんで、今回2000番を使ってやっていきます。はい、で、前のねクリア吹きの時にも言ったんですけど、今回あの量をミスったのもあって、クリアがいつもより回数が少ないんですよね。なので、この中研ぎとかでデカールの段差消しとかもきっちりやりきれてないところがあるので、その辺とかもね、この中研ぎで処理しつつやっていこうと思います。はい、こうやってペーパーをこうやって当ててあげると、こうね、ペーパーが当たってるとこと当たってないとこが出る。これが要は、デカールの段差が残ってる部分なのでね、その辺も意識しながら削っていきましょう。まあでも、まあやること自体はね、本当いつもと一緒なんですよ。もうひたすらこうやって削って、コンパウンドでひたすら磨くっていうのの繰り返しなので、ざっとね、早送りでやっていきましょう。はい、こんな感じ。こんな感じで、今ここだけやりましたけども、全体のね段差とかを削りつつ、表面の柚子肌とかを削り落としてあげます。で、こういうねパーツのエッジの部分に、まだここちょっと残ってるんですけど、パーツのエッジの部分とかにできたこのクリアだまり、クリアがね表面張力でこう溜まったみたいになるんですよね、こういうパーツのエッジの部分って。そういうとこは指でやってると、その微妙に、こういう硬いフィルムのヤスリ使ってたとしても、微妙にこの表面に追従しちゃって綺麗に削り落とせないんですよね。なので、そういうとこはこういう当て板とかを使って削ってあげるっていう風にしてあげると、このクリアだまりとかも綺麗に落とせます。このクリアだまり残ってるとね、ここで照明がね曲がっちゃう、照明が当たったハイライトが曲がっちゃって、ああ、なんかここ面歪んでんなっていうのがもろバレになってしまうので、こういうところもねちょっと注意したいところですね。そしたらね、次にここに、コンパウンドをかけていきます。はい、そしたらね、いつも使ってるこのコンパウンド使って磨いていきましょう。まあひたすら磨くだけです。で、まあポイントとしては、さっきヤスリをかけた方向とは違う方向でかけてあげるっていうのが一番いいんですけど、まあ、さっきヤスリかけてた時も、まあ、かけやすい方向でかけてたんで、割と縦横無尽にいろんな方向からかけてたので、コン
バウンドはもう円を描くようにやるっていうのが多分一番効率がいいんじゃないかなと思います。こんな感じでね、磨いていく。で、欲張って大きい面積を一気にやろうとするんじゃなくて、なるべく、まあ、ここからここまでの面だったら、まあ、半々ぐらいとかでやってあげた方が意外と効率が良かったりします。広い面にね、一気にやろうとしてもコンパウンドがね切れちゃうんですよね。で、結局磨ききれないみたいなことになったりするんで、この時点でデカールの上のクリアをもし削り切ってしまっちゃってると、そこの部分だけね、ツヤの出方が違ったりとかっていうことが起きたりするんですよね。そうなった場合はもう一回クリアを拭いてあげるとかが必要になることもあります。まあ、目立たない箇所とかだったらね、そのまんまでいっちゃってもいいんですけど、さすがにこことかでそういうのが出ちゃうとちょっと厳しいかな、そのままでいくの。はい、今ちょっとねコンパウンドやってたんですけど、やっぱね2000番の傷をコンパウンドで消し切るのは大変ですねなんでちょっともうちょっと番手を上げて攻めてみようと思います。これ今使っているのは神安の4000番ですね。神安の4000番でこの2000番の傷を消していくと。で、今コンパウンドをちょっとかけちゃったからね、少し滑りが良すぎてやりにくいところはあるんですが、うん、ごめんなさいね、ブレブレやな。間に3000番やっぱり入れようかな。楽をしたいっていうのが前面に出すぎだな。まあね、拭いてる回数が回数なんでね、なるべく あまりヤスリをかけたくないっていうのもあるんですよね。そういうのもあって、まあ言い訳タイムですけど、これはそういうのもあってちょっと無理やり力技で行こうと思ったんですけど、結局そっちの方が大変っていうね。はい、ね、今ねちょっとゴシゴシやってたんですけど、これ見えるかな、蚊が。カメラ越しで見えるかわかんないですけど、この M、 マツダの M、 この M のこの上のところちょっとツヤがないの分かります？これで、こっちのね、こっちのマツダの方、こっちもねちょっとね、ちょっと見えないんですけど、ちょっとね周りと質感が違ってる部分があるんですよ。これっていうのがさっき言ってたデカールが見えてきてしまってるっていう部分なんですよね。で、これって今までも何回かあっていろいろ試したんですけど、最終これ綺麗にねツヤを出すってできないんですよ、これ。うん、なんで一番手っ取り早いのはもう一発クリア拭くっていうのが一番手っ取り早いので、ちょっとねこれはね多分他の部分も同じようになってきそうなんで、ちょっとここと、まあ最悪エンジンカウルぐらい
その辺はちょっともう一回クリア吹いてこようと思います。はい、なので一旦ちょっとカメラ止めてクリア吹いていきます。はい、でウレタンクリア吹き直して磨き直して今こんな状態ですねになりました。ここのね、マツダのロゴのところがデカールが出ちゃってたんですけど、綺麗に分からなくなりました。はい、やっぱクリア2回しか吹かないのはちょっとしんどいですね。はい、そしたら、これでとりあえず研ぎ出しは終わったんで、あと最後ちょっとだけね、こういうカーボン部分、こことかモノコックとかのカーボン部分に艶消しだけ軽く吹こうと思います。で、これ下が、この表面がねウレタンクリアなので、ラッカークリアを吹くとクラックが入るリスクがあるんですよね。まあ、完全乾燥しっかりさせてあれば大丈夫っていう話もあるんですけど、まあどうしてもそのリスクっていうのは若干あるので、今回は、あ、これも光沢クリアだ、こっちでこれを使っていこうと思います。クレオスの水性の、艶消しクリア、こっちを使って、やっていこうと思います。で、これはね、マスキングしてやるっていうのでもいいんですけど、マジクリーンで綺麗に拭き取れるっていうのもあるので、この辺簡単にマスキングできる部分っていうのはもうマスキングしようと思ってるんですけど、ちょっとマスキングめんどくさそうなところとかはもうこれをエアブラシで細拭きでビューっと色をのせて、はみ出たとこは、マジクリンで拭くっていう感じでやろうと思います。マジクリンはあのウレタンクリアの層はもう全く犯さないので、そんな感じでねやってみようと思います。はい、はい、まずはねざっくりと、マスキングしたのでこっから拭いていこうと思います。でちょっと僕水性をね、水性ホビーカラーをエアブラシで拭くの初めてなんで、ちょっとクレオスのホームページとか見たんですけど、一応希釈としては、水よりも、水性用の薄め液を推奨っていうことで、水でも一応拭けるのは拭けるらしいんですけど、薄め液を使う方が乾燥が早くなって表面が綺麗に仕上がりやすいっていうことなんで、水性ホビーカラー用の薄め液を使って1対1で希釈しました。はい、一応それが推奨だったんで、それで希釈したのでこれを拭いていきます。でラッカーと違って表面を溶かさないので、まあ、表面にダメージが入らない代わりに垂れやすいらしいんですよね、水性は。なので一気にドバッと吹きかけるんではなくて、ちょっとずつ薄く何回かに分けて塗り重ねるっていう風にしてあげた方がいいそうです。ただまあ今回僕吹くのはクリアなんで、そこまで慎重になる必要はないのかなと思うんですけど、こんな感じでね表面に垂れない程度に吹きつけてあげると、え、濡れてんだか濡れてないんだかよく分かりにくいですけどね、こんな感じで拭いてあげたらこれで乾かしていきます。はい、そしたらだいたい乾いてこんな感じでツヤが消えてくれました。まあ、ちょっとね思ってたよりもツヤ消しになっちゃったんですけどね、もう少し半光沢ぐらいが良かったんですが、まあまあまあこれぐらいだったらいいでしょう、こんな感じ。はい、で、まあ、水性なんで乾燥時間ちょっと遅いので、今これで乾燥機に入れて1時間ぐらいなんですけども、もうちょっとね、次の作業するのはもうしばらく時間を置いてからにしようかなというふうには思ってます。ラッカーだったらね、もう次あれこれやっちゃっても大丈夫なんですけど、まあ、ちょっともうちょっとだけ置いとこうと思います。はい、こんな感じ。でね、本当はだから、滑らかスムースを使いたかったんですよ。滑らかスムース。でもあれ、確か缶スプレーしか出てないのかな？ラッカーしか出てないのかな？ちょっとわかんないですけどね。半光沢のクリアを使いたかったんですけど、水性で調べてみてもなかったんで、まあ、今回これを使ったって感じですね。はい。もしかしたら光沢クリアと混ぜたけたらよかったかもしれないですね。うん、こんな感じ。はい。で、あとね、
ちょっとマスキング、こことここにマスキングしてたんですけど、ここら辺ね、ちょっと見えるかな、こんな感じで少しこうちょっと飛んじゃったんですよね。なのでこういうところはまあティッシュ、まあこれ鼻セレブですけどね、鼻セレブにマジックリンをちょっと染み込ませてあげて、で拭いてあげると綺麗に取れます。ここ拭いちゃうとここのつや消しまで取れちゃうのでね、マジックリンつけてあげて拭き取ってあげれば綺麗に拭き取れるので、これでね、はみ出しちゃったところとか吹き抜けちゃったところっていうのは綺麗にしてあげたらいいと思います。こんな感じでね、綺麗になりますね。はい、そしたらこれで、ね、一応今回の研ぎ出しとつや消しの、トップコートは、全て完了になりますので、今回の作業は一旦これで終了という形にしようと思います。はい、で次の動画では、いよいよね、まあこっちもね、同じように、整形書を拭いたんで、こっちにフロントサスペンションですね。フロントサスペンションを組んでいくっていう作業をやっていこうと思います。本当はエンジンつけようかなと思ってたんですけど、エンジンつけると、フロントサスペンションを組むときに重くて邪魔になるんで、先フロントサスペンションやろうと思います。フロントサスペンションつけて、で、エンジンを後ろにつけて、で、その間にフロアとコックピットの中身を完成させて合体っていう形になりますんで、順々にね作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただいて、横のベルマークから、通知をオンにしてもらうと、最新の更新情報などが通知で飛ぶようになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。